ウェリテス・ウェリテス・ワリテスとは、共和制ローマ初期後期における、ローマ軍の不評の一種、軽装不評で、軍団兵が先人に投入される前に活動する三兵として展開した。はじめは主に、ローマ市民の中で資産のない者あるいは年若い者が、務めていたが、次第にアウクシリアとして、ローマ市民権を持たない、志願兵や、同盟部族が担うようになっていった。期限は、 ポエニ戦争から始まる。紀元前3世紀、紀元前2世紀の時点では、ウェリテスの定義は騎兵であったらしい。しかしその後、紀元前2世紀末に、ローマ軍の重心は、重装不評に移行しており、ローマの戦争史からウェリテスの役割は交代していく。そして重装不評を援護する騎兵の役割は、ヒローマ人からなる騎兵部隊に依存していった。ウェリテスは、軽装不評であり、 軽装の同鎧に、制銅製の株とグラディウストップギオ、盾、そして投げ槍を数本のみ持って戦場に赴むいた。この当時の共和制ローマでは、兵士は自らの装備を自前で購入することが前提となっており、このような軽装なウィリテスは、ローマ市民の中でも比較的資産の少ないものが務めた。またポリュビオスによればウィリテスは若い者が務めたとも言う。盾は、 重装不評のものと違い丸い、軽いもので、蒸気の装備に加えて時折すね当ても装備するものも、いた。このように軽装であるため、ローマ軍の中では最も機動力に富む兵士であった。彼らは、レギオの三つの戦列のうち、ハスタティとプリンキペスに所属しており、それぞれが各百人隊長の指揮下にあった。しかしその軽装ゆえに近接戦闘では早々と犠牲となってしまうため、 ウェリテスは特に隊列を組んでの行動は行っていなかった。一方最古山のトリアリーにはウェリテスはいなかった。理由は彼らは選挙区の終盤に投入されるのが常であったからである。他の軍団兵とは異なりウェリテスは狼の毛皮を兜の上にまとって自らを識別していたと言われている。ローマ軍の主力は重層不評であったが、 彼らのような三平戦術はしばしば過大評価されている。ハスタティ・プリンキペスが戦線に突入する前に彼らは先陣に投入され、寒単な隊列を展開して投げやり、石を投げた。このような彼らの戦術は戦像に対しては非常に効果があったと言われている。特に紀元前202年のザマの戦いで彼らは、その後、ローマ軍はマリウスの軍政改革により、 資産による兵士の区分の垣根がなくなり、武具が国より支給されることとなった。また、兵装、訓練の均一化により作戦展開能力が向上。また、ウェリテスは、アウクシリアとして、ローマ市民権を持たない、属州民の志願兵や、同盟部族が務めるようになる。このような流れで戦場において、ウェリテスが果たす役割は後退し、その存在は、ローマ軍から消えた。ありがとうございます。